やっぱり選挙のことがあるから安倍家とは緊張関係なんでしょうかっていう質問来てますけど<笑><笑>地元の話でいやいやあのよく私の選挙には、まあ、安倍総理も直接応援していただいたこともあるし、うん、あの一番厳しかった参議院の選挙の時は昭恵夫人が来ていただいたりとかですね、うん、あの今の制度朝選挙区になってからはずっと、うん あの一緒にやってきましたのでね。うん、今からもそういうことではないかと思いますけどね。なるほど、まあね、地元同じですから、大事にしないといけない部分もあるでしょうからね。でもう一つ、岸田総理は、増税眼鏡というあだ名をつけられて怒っていますか？そうですね、これはまあちょ本人に直接聞いたことがないですが。<laughs> これは本人に聞いていただければと思いますが、うん、まあ私が知る限りでは。 そういうことに怒ったり悲しんだりということをされるような人じゃないと思って、うん、妙になんかそのせいで減税に走ったっていうことが言われてますよね <laughs> 今回ねそうですねなんかそこが繋がっちゃってるとするとちょっと残念ですけども私が知るまあ28年の付き合いですが、はい、それはないというふうに思いますけど、うん、はいまあ、あの。 お時間がですねもう迫ってまいりましたので今日はあの林さんの話を聞いて横江さんはどのようにお感じになりましたか。もう今ねさっき言いたいこと言っちゃったんですけど, <laughs> どあの今日はういいそういやでも本当に今日勉強になりました、うん、あのー、っていうふうに思いました。ありがとうございます。まあねあの岸田派のねあの<ー>ナンバーツーということでまあ岸田さんのじゃああとすぐ林さんっていうのはなかなかまた。 岸田さんがどうなるかにもよりますけどもしかしたらちょっとまたワンクッションツークッションって話になるのかもしれませんけど林さんとしてやっぱその辺はこうどっしり構えて長期戦でっていう場合でですすかねねそうですねこういうところで気の利いたこと言うとさっきの課題がクリアできるんでしょうけど <laughs>、まあ、なかなか <laughs> あのそこはやっぱりおっしゃるようにね岸田政権を支えて、うんうん、なるべく長くあのしっかり仕事ができるようにしたいと思います。うんはい だからみんな勘違いしてんですよ根本的な奇襲と速度が全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると